ていただきます。大豆がここにあって邪魔しちゃってるんですか、はい、大豆を蒸すかな、今下向けてた、これがここなのですね、そうです、上向けて、これちなみに何メートルか、2メートルぐらいあると思う、でかいですね、かなりの量を入れますけど、通常 1.4トン近く、1.4トン、とんでもないです、しかもそれが一晩水に寝かせて倍以上になる、うわー、もうめちゃめちゃ重いですね、すごい感じで、すごいな、その量をやるってすごいですよね、2週間に1回これ正式なあれじゃなくてもっと奥にあるんですけど、これ今週仕込むので仕込み用に今2本用意してる、おこの2本を満タンにするのが今週の仕込み、これも同じぐらいですか、全然小さいですよ、こっちの方が1トンぐらい、いや、2.2 トン入るんですよ、で2つなんで 4.4 トン、とんでもなくてよかったです、 4.4 トンの味噌です、意味わかりますか、すごいな、キノコ、ね、すごい、ここに木の樽にこだわっている理由って何かあるんですか、そうですね、正直言うと今いくつか理由があります、はい、やっぱりその方が美味しくなるって言われる、美味しくなる、理由は、酵母菌と乳酸菌が常に住んでいて、菌ですね、はいはいはい、お味噌の発酵を促してくれる、お味わい深くなるっていう、なるほど、あと木っていうのは熱伝導性が低いんで、はい、気温に大きく左右されにくいんです、はい、夏が暑いとか冬って寒いとかそういうのにあんまり影響されずに味がもう狙うことではなくていいみたいな感じですか、そうですね、あんまり酵母とか乳酸菌のためを思うと、はい、あんまり上下させたくないんですよ、急激にゆっくり移動させたい、はいはい、そうするとこの熱伝導の低い木っていうのは向いてる、なるほど、あとは木は呼吸ができますんで、はい、今言ったら菌っていうのが呼吸が必要なんですよ、はい、だから化学繊維でいって FRP っていう容器だったり、はい、ステンレスの容器だと、はい、それがかなわないので、はい、木の方のが呼吸っていう意味では良かった、なるほど、ただでも私的には一番重視してるのは、はい、オリジナリティある味が作れるっていう、ほうほうほう、やっぱ大企業さんとかはステンレスとか、はい、そういったものを使うことが多いんですけど、はい、やっぱり味は一定になりやすいんですけども、はい、その蔵の味っていうのを出しにくいんじゃないかなと思って、なるほどなるほど、木桶を使うことで、常在しているその酵母菌とかで、はい、おかげもあるし、そもそも扱いにくさから来る、はいはい、荒々しい味っていうのもある、なるほど、ここだからこその味、そうですね、はい、なるほど、いやすごい、金のことを考えて金に対して優しいってことですね、そうです、いやそんなこと考えるんですよ、知ってました、僕は知りませんでした、なるほど、それで木なんですね、そうですね、ちょっとさらに奥に聞くのがあったら、あ、これはね、使ってないんです、ここはもう引退した歴代のタルトですね、そうですね、私は実際ここで寝かせてたもん、いや出ました、レールですよ、レールが引っ張ってあるんですよ、これ洗浄してたらちょっと濡れて寝ちゃってるんですよ、すごいちょっとすごいですよ、これ今ちょっと興奮するなと思います、こういう形で味噌を寝かせた、ちなみに先ほどおっしゃってた天地返しっていう作業自体どういう風にやるんですか、ここではちょっと行わなくて、はい、表に出して作業しやすいところで桶と桶を隣り合わせにして桶から桶にこうスコップで、うわ手作業なんですね、そうなんですね、うわ大変だけど味があるわけですよね、そこに、そうですね、いやすごい、やっぱ天地返ししないと味がどうしても落ちちゃうんで、ね、まあ手間なんですけど、やらざるを得ない、でもそこがやっぱ深い味を出してるんですね、そうですね、いやすごい、いやこれ本当すごい、ちょっとかっこいい、ちょっと多分手もできないと思うんですけど、実際にこうガシャン、グイーンってくるもう見れる機会って実際あるんですか、やっぱりの方が、まあ、やろうと思ったらできますけど、はい、でもちょっとね、まあ危険なんであんまり簡単にはできなくて、
工場見学とかやってるんですか？やってないです。やってないです。今は昔はやってたんですけど、だから外部の人間を簡単に入れるなっていうことです。あれもあれなんです。まあまあ、計画的にやればだから、その急に見学に来た人をパッと入れるっていうようなことはちょっと難しい。はい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 。今回は特別な許可をいただいて入っておりますってことですね。そうですね。実際に赤味噌になるものが、はい、隣に立っていいですか？大きさを、僕178cm です。まあ、ちょっと高いとはいえ、同じぐらいですかね、だいたい170cm、160cm ぐらいだったかな。同じぐらい、ほぼ一緒ぐらい。お母さん、ご飯ですね。それがガシャーンってなって、ビーンってきて、ガーって流れるわけです。こういうの興奮したな。まあ、お味噌だけでも 2.2 トン入ってるんで、で、滑車とか、木桶の重さもあるので、まあ、ものすごく大変ですよね。なので、大人の男2人が、精一杯、力いっぱい動かす感じ。うわー、すごい。味噌をこれから買うときはですね、こういう思いが詰まっている味噌だっていうのを感じてきたわけだな。で、その上部の中にスコップで味噌を入れて落としていく。でも手作業。そうです。すごい。さっき言った天地返しで一回出して、あ、で出来上がりのタイミングでもう一回出してるので、結構そのスコップで中から取るっていう作業が多いんですよね。スコップは普通に壊れる。ですよね、重みで。すごっ。上に石が乗ってるんですけど、これ石いっぱいある、これってことですよね。あ、そうですね。なんで石に乗ってる？さっき言った上の方と下の方で味噌の出来上がりが変わっちゃうっていうのの対策なんですね。対策？味噌は、発酵すると液状化ってちょっとずつ柔らかくなる。はいはい。で、たまりって言って、味噌の水分が出てきちゃうので、はい、出てきちゃうんですけど、出たものは重しをしないとどんどん下に落ちてちゃう。下の方の味噌だけびっちゃびちゃになって上の方が乾いちゃう。でその水分が上に上がってくるようにある程度の重しをしてあげるっていう。はい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 。なんか理科の実験とかでやってるんですよね。押すと水がこうグッとなるっていう感じですよね。そうですね。わ、なるほどね。そのために石が乗っているってことですね。はい。乗せすぎちゃうと水分がどんどん上に上がってきちゃう。少ないとやっぱり下に溜まっちゃうじゃん。わあ、重りの配分というか具合も考えてるってことですね。もうすごい難しそう。これはだって昔から同じような製法で、そうですね。まあ、さっき言った通り味噌は1300年の歴史があるんで、はい、もう江戸時代には確立されてるんですよね、その作り方っていうのは。だから江戸時代ぐらいから、まあ、大体同じような作り方を継続してる。なんか最新のこう IT を生かしたみたいな、こういうわけじゃないってことですね。そうですね。ここにこだわりがある。どちらも面白いとは思うんですけど、はい、やっぱりすごくその1300年の歴史で多様化した食材なので、はい、あえて同じことをする必要性がないんです。なるほど。せっかくそこが面白いのに、なるほどなるほど、大企業はあれやってからこれやろう、この同じようにやろうっていうのは、はい、完全に業界が面白くつまらなくする。なるほど。だと思う。はいはいはい。まあ、できる限り昔の作り方をそのまま継続するとなるほどいうのは各味噌蔵のちょっと役割になってるかなと思います。地域ごとに。そしたらじゃあ味噌の味がこうちょっとずつ違くて結構違うんですね。これはうわ味噌巡りだとしてみたいですね。すごい全国味噌巡り面白いと思います。面白いと思いますすごい。ここにはここの地元愛が味噌に込められてる。こちらにあるこの地元愛にあふれた味噌をですね、ぜひ、お店に来ていただいて今も買えますし、市内の小田原市内のスーパーですね、はい、にもありますし、こちらオンラインショップの方でも販売されているので、小田原市のふるさと納税にも出品されているということで、ぜひチェックしてみてください。今日は特別に中身を見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。